今 MC が開けまして、うん、ここで、まあ、MC が開けるというか、まあ、開ける前にちょっとまあ次の曲についてみたいな MC が入って、うん、まあ、次の曲が幸先なんですがその、まあ、レオルからあなたへの曲ですっていうようなのをはっきり言ってから歌い始めたのがすごく印象的でしたね今回、うん、とかなんか今のそのコロナ情勢とかも相まってさ、ね、今ほんとしんどいことが多かったりもするし、うんうんうん、あとなんかね、ちょうどその大阪公演一緒に見た子が今年新社会人で、はいはい、だからその MC がもうその子に刺さりまくっとって、おだからそれはもう私新卒じゃないから、あ、そういう観点もあるかと思って、うんうんうん、天才やなと思って私はそのコロナのことと、うんうん、あとその確か仕事の話もしよったやん、はい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 、その仕事がみんなもうその大変で辞めたくなっちゃう時もあるかもしれないっていう話と、それは私も一緒みたいな、うん、自分は音楽でこうやって届けてるけど、でも仕事だからいろいろあるっていう話をしていて、うんうんうん、それでなんかそうだよなとか、それでも続けてくれる選択をしてくれて、こうやって音楽届けてくれてっていうのを MC 聞きながら私は思ってたんだけど、うん、そっかみたいな、時期的にも、まあ、4月の終わり5月の初めだから、はい、新卒の子とかは、ま、それはバッチバチに刺さるよねと思って、うん、そうだね、そうだけもうバッチリですよと思ってマジ天才やんと思って、刺しに来るね、うんうんうん、からのさ、幸先からの白夜よ、いやもうやばいよね、もうほんとよ、そんでさ白夜もさテイさんのさダンスやん、そうまたよまたよ、ま、曲の雰囲気とかもあるけどさ、もうまたテイさんも踊る泣きそうじゃん、ちょ多分ねこれね、幸先からのやっぱり流れを引き継いだ白夜だからこそ、うん、ま、幸先はさもうドストレートにこう怖いものなど何一つないっていう風に言って終わるんだけど、うんうん、そのでも白夜はささらにそこを掘ってさもう、うん、生きろと、うん、もう重いよね、重い、 なんていうの、魂からのさあの叫びなわけよ、すっごいねあの曲、うん、もともとなんかこう神々しいイメージな曲だけど、うん、もっとなんか一段階神格化したというか、うん、なんかすごいなんていうの、神秘的な感じ、うんうんうん、がすごいイメージ強くなったなっていうニュアンスですね、うんうんうん、やっぱライブってすごいね、印象が結構変わるなっていう、そうね、白夜が終わって、まあ、うん、こっからあと2曲でアンコールに入るんですが、でミスコントロールで激白っていう感じですね、うんうん、ミスコントロールは私はねもうあの音だけで楽しむってもう決めてるんだけど解釈不能だから、うんうんうん、そっから激白来たのが最高に上がりましたね、うん、激白いいよな、うん、ほんといいよね、ほんといいよねしか言ってないさっきからね、やばいよねやっぱうちらもさこれでもちゃんと振り返ってるんですけど、そうなんですよ、これでも、ね、体力持ってかれるだいぶ消耗してんのよ、消耗してる、そう、ね、消耗してるし、そう、もう語彙力も死んじゃったそうだからもう結論いいよねしか言えなくなってそうじゃあどうせね、どうせ良さなんか語りきれないわ、言語化できないなっていうもう諦めが出てきてて、そうだからもう良かったよねっていう単語に込めるもうため息も込みだから、そうそうそう、だからこれで私たちの精一杯なんで許してください、いやほんとちょっとあの大変あの恐縮なんですけどアンコールいきますもうそうだねすいません